ありました。あまり興味のない話をされるのを聞くのはとても辛いことだと思うので、なるべく早めに帰ろうとは思っています。皆さんあんまり興味はないと思いますが、新庄君は頭に鍋焼きラーメン、先名物の鍋焼きラーメンの帽子をかぶって、絶滅した日本カワウ、日本カワウソがちょっとわからないと思うので、じゃあ新庄君、日本カワウソを説明して。ありがとうございました。やりきんない。以上です。本当に嘘でしょ。どうしたらいいんですか。もうちょっとなんか、もうちょっと写真だけとか撮らせてほしいですよね。あ、じゃあ写真撮ります。写真だけでいいんで、写真だけでいいんでいいですか。はい、はい、写真だけでいいんで。そうですよね。そうですよね。どっちが、あ、こっち側もね、ありがとうございます。左側サービス精神があるんだかないんだか。じゃあ右側はい、もう一度正面、あと後ろいたでしょ。いたでしょ。はい、いい、こんな感じで。でもまだまだあるで、なんかあるんでしょ。あ、去年も見た、ほら去年も見たって。去年と全く同じことですよね。同じネタ帳です。そうです、あの倉庫を探してた、たまたまあったので。茅ヶ崎だったらこれでそういいかな、いいかな、やっぱり。そしたら、あの、うん、ちょっと名前をちょっと忘れたんですけど、はい、その芸人さんいるじゃないですか、はい、みんな覚えててくれるかなと思って、うん、はい、芸人さんなんですか。違います、何でしたっけ、何でしたっけ、そのギャグやる芸人さん。あ、このギャグをやる芸人さんがいるじゃないですか、はいはいはい、あの赤い服着た人、 8.5、 そうそうです、そうです、はいはいはい、のことみんな忘れかけてると思うんで。確かに毎年こうやって我々がここでやることによって、 あの頃すごい楽しかったなって、去年の春ブレイクしてたな、そうですね、って感じ。そうです、両笑いもらったもんね。そうですね、なんかすいませんでした、ね。でも一つ聞いていいですか、はい、なんでお兄さんこう靴下が短いんですか。朝からすごい気になって、寒かったじゃないですか。そうですか。それしかかっこいいと思ってチョイス。いや、かっこいいと思ってるか、うん、あのでもこの靴下がかっこいいと思ってるかどうかは置いといて、うん、今回のステージは正直、うんうん、面白いと思ってやりました。そっか、面白いと思った方。まあまあいるあたりがちょっとリアルリアルでしたね。傷つくんですけど、リアルですね。シュールですね。新庄君的にはこれでいいの。僕のことはどう思ってもらいたい。甘い、僕はこんな感じでいいですか。日本カワウソな感じでいいですね。で、どうしたいですか今後。今後は森時さんとポジションチェンジしたいです。嘘、狙ってる。
女装してほしいです。そっち明日きっと入れ替わってると思う。やってほしい人。これ以上傷つきたくないんです。わかる、その気持ちはわかる。けど見たい人。いじめられてる。まあじゃあ何かきっかけとかチャンスが欲しい感じですかね。別にしたくないですし、うん、あのなんか多分そんなに面白いことにならないと思うんですよ結局。うんうん、そっかそっか。で多分今日のステージみたいな空気になって、うん、あ森時女装したけどまあこんなもんだよねみたいな感じになって、うん、でなんかまあ今と全く同じ空気になるんですよ、うん、そっか、はい、傷つきたくない、はい、って言ってますけど見たい人、イエーイ。一個してないんですよ。あの先輩には逆らえないので。新庄くんも助けてくれないの。じゃあそれは夜話し合ってもらって。明日に向けてもらっていいですか。そうですね。ね、はい、ぜひ、はい、いい形で明日のステージ、はい、臨んでいただけるように、はい、茅ヶ崎の観光協会一同願っておりますので。わかりました、はい、よろしいですか、はい、こんな感じ大丈夫ですか。じゃあぜひ明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、新庄くんでした。ありがとうございました。三人の…あ、なにか…このハワイアンがシュールですね、なんともでまた。じゃあ、新庄君にもう一度大きな拍手お願いします。明日のステージどうなってるでしょうかね。楽しみにしていてください。さあ